にちは、泉ひなです。今日はですね、薬局でいろいろお買い物をしてきたので、その薬局での、お買い物購入品を紹介していきたいと思います。で、今回お買い物に行った薬局っていうのはツルハドラッグと、あと松木代に行ってきたのでね、まあ言うてみんなが知っているブランドのものばっかりなので、ぜひ最後まで、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。今回はね、割とコザコザしたものが多いイメージです。じゃあね、スキンケア類から紹介しようかな。じゃあまずはこちら、メラノ CC の酵素ムース泡洗顔になります。出ました、私の大好きなメラノ CC。 私はね、もうこの夏はメラノ CC をもう一式シリーズで揃えて、それを使っているわけなんですけど、本当に昔から大好きなメラノ CC なんですけど、このね、泡洗顔が出たということで、洗顔までメラノ CC にちょっとなる疑惑なんですけれども、これね、酵素ムース泡洗顔とか、私そっち系あんまスプレーの洗顔とかしたことないから、めっちゃ気になって買っていました。じゃあこれはね、蓋を開けるとこんな感じの口になっていて、ちょっと出してみますね。おお、こんな感じになります。すごいもっちりでね、やっぱスプレーだからかな、もうめっちゃきめの細かい泡なので、綺麗にね、汚れを落としてくれそうです。あ、でね、匂いも本当にいつも通り柑橘系のね、グレープフルーツなのかな、なんかそういう爽やかな匂いがするので、匂い的にもすごく気分がいいです。でね、泡もね、すごく弾力があって、ちゃんと濃密な泡なのでね、あ、これは信頼度がすごい。で、結構少量でめっちゃ伸びる泡ですね。あ、すんごい、なんか手洗ってるみたいになってきた。ちょっと流していきます。で、これは毛穴の汚れとか、あとは古い角質とかを落とすことにね、向いているみたいので、ちょっとこれから毎日使いしてみて、どんなもんかちょっと試してみようと思います。じゃあ次はですね、皆さん知ってますか？キャンメイクからこの夏めちゃくちゃ可愛い色味のさ、ネイルが出たじゃないですか。それをね、ちょっとやっぱ我慢しきれずに買ってきました。本当にいっぱい買った。で、それがこちら、じゃじゃーん、こちらの4点になります。どれもね、めちゃくちゃ色味が可愛くないですか。1点ずつ紹介していくと、まず右側の、緑から紹介するんですが、まずキャンメイクカラフルネイルズ N12 番のアーモンドグリーンで、次ピンクみたいなやつがキャンメイクカラフルネイルズ N14 番のレディーテラコッタ、 N20 番のゴールデンビジューで、一番最後が N36 番のビターキャラメルというカラーになります。ちょっとどれも名前から最高に可愛いんですが、はい、これね、全部ほとんど新作なんですけど、このね、めちゃくちゃ可愛いビターキャラメルだけ限定色になります。秋色ってことかな。もうちょっと可愛すぎて、もうキャンメイクのネイルね、新作のカラーがいっぱい出てて、他にも変更ラメのやつとかもいっぱい出てたんですけど、私はね、やっぱ変更ラメもめっちゃ好きなんですけど、このくすんだ感じのね、カラーがすごく好きで、キャンメイクはね、他にもマスタードってカラーをね、最近めちゃくちゃ愛用してて、最近のお気に入りでも紹介してるんですけど、ちょっとこれもなんかもうすでにね、まだ使ってないんですけど、お気に入りに入りそうな予感になります。ちなみにね、ネイルは別ブランドでもう一個買ってて、それがね、めっちゃ可愛いんですよ。で、それがこちらのリンメルスピーディーフィニッシュの209番という、もう明らかにオレンジカラーになります。ちょっとこれやば可愛いです。リンメルのね、ネイルは買ったことなかったんですけど、これはもう一目惚れで買うのを決定しました。でね、まあスピーディーフィニッシュって名前だからね、多分めっちゃ速乾なんじゃないかなと期待しております。なんかこれはね、夏っぽい、ザ夏なカラーなので、もうすぐに使っちゃいたいなと思います。じゃあ次はですね、こちら、じゃじゃーん、こちらリンメルショコラスイートアイズの17番キャラメルラテショコラと18番のチェリーミルクショコラを購入しました。かわいい。はい、実はね、初めて私リンメルのこのショコラスイートアイズ買ったんですよ。ずっとね、もう何年も前から欲しかったのに、なんとなく買わずに来て、あやみちゃんとかにね、使わせてもらったことがあって、もうずっといい商品っていうのは知ってたんですけど、なんか買うに至らなくて、やっと購入しました。今回私はね、まずこのね、キャラメルラテショコラというカラーを決めたんですけど、これはなんか色味がすごくイエベ向きだし、可愛いなと思って購入しました。次はね、こっちチェリーミルクショコラ、多分私には珍しくピンク系を購入したんですけど、やっぱね、なんだろう、寒色系の色というか、普段ね、挑戦しない色とかもやっぱやってみるべきだなと思って、実際ね、このね、もうピンクの感じ、
ほら、めっちゃ可愛くない？もう、ということです。じゃあまず、キャラメルラテショコラの方はこんな感じになります。ゲルとこんな感じですね。このショコラスイートアイズは全部の商品なんですけど、ラメ感がね、パール感がすごく綺麗で、で何より粒子がめちゃくちゃ細かくてしっとりしているのが特徴かなと思います。なんかこれね、キャラメルラテショコラって名前ですけど、なんか色的にすごいジンジャーっぽいだと思って。はい、で、手に出してみるとこんな感じになります。ちょっとわかりにくいかもしれないけど、上から A、B、C、D、E みたいな感じで5色入ってます。やっぱりね、どれもラメ感がすごいですね。特にこのね、一番下の薄めのカラーのところがラメ感が強いなと思いました。で、これはね、ゴールドラメもピンクラメとかなんかシルバーも入ってるし、結構多色ラメな印象です。じゃあ次はこちら18番のチェリーミルクショコラについて紹介していきます。これもですね、開けるとこんな感じで、まあ、ラメ感の強いアイシャドウで、色味がですね、ほんとラズベリーって感じなんですけど、大人っぽいピンクだからね、普段ピンクをしたことない方でも挑戦しやすい色味かなと思います。そういえば言い忘れてたけどさ、このショコラスイートアイズって何がいいってね、匂いがちゃんとチョコレートなところですよね。すごい。どうなってるんだろう。あとね、見た目もチョコレートっぽくね、型押しされてるのもたまらんです。かわいい。はい、じゃあこれも手に出してみるとこんな感じの発色になりました。まあ一番強い発色は全部ね、この左下のラメじゃないわ、カラーだし、ラメ感が一番強いのはこの右下のね、カラーかなと思いますが、色味がね、やっぱりめっちゃかわいいです。で、結構ね、瞳を綺麗に見せてくれそうなカラーだなと思いました。なんかね、今回久しぶりにこの寒色系のカラーを買ったのは、やっぱりね、イエベだけど、イエベっぽいカラーだけにとらわれずね、こういうブルベっぽいカラーもね、使っていくべきだし、実際色が可愛いし、欲しいし、ね、今度ね、寒色系のコスメだけでメイクとかもしてみたいと思うので、もしやったら、ぜひ見てください。じゃあね、今回は同じブランドで同じ種類を色違いで買うことが本当多いんですけど、最後もそうなるんですけど、次が、じゃじゃーん、こちらのセザンヌラスティングリップカラーの406番と407番を購入しました。これはね、どっちもレッド系のカラーになるんですけれども、ラスティングリップカラー地味にね、私初めてなんですよ。こんだけセザンヌのコスメいっぱい買っといて、初めてなんですけどね、色味がめっちゃ可愛すぎて買うのを決めました。でね、ラスティングリップカラーはそもそも前からね、視聴者さんにめっちゃいいよってね、コメントでもいただいてたくらい高発色で、で保湿もできるし、色持ちもあるしみたいな感じで、すごいいい商品みたいなので、私もね、使うの楽しみだなって思いながら買ったんです。じゃあまずね、このケースの外観はこんな感じですね。このね、上の花柄がすごく可愛いなと思います。安いのに見た目が安っぽくないのはね、すごく嬉しいですよね。で、開けるとこんな感じのカラーになります。青みの強いレッドらしくって、このパッキリな赤な感じがすごく可愛いなと思います。新品のリップってすごいテンション上がりますよね、この一回も使ってない感じが。で、手に出してみるとこんな感じです。確かになんか塗った時の方が青み感が強いレッドですね。かわいい。出してみるとね、結構なんかレッドっていうよりは青みピンクに近い、濃い青みピンクみたいな印象も受けるけど、まあでもね、可愛いことには変わりないし、私の青み系カラー挑戦にはね、すごくいいですね、これは。じゃあ唇に塗っていきます。色がすごくいい。あ、可愛い。はい、こんな感じになります。すごい、唇に塗った方が可愛いです。はい、こんな感じですね。すごくね、きめ細かい発色で、唇自体もすごく綺麗に見えるかなと思います。結構塗ると本当にピンクになりましたね。まあレッドではないけれども、でももう色味が可愛いからいいですね。ラスティングリップカラーはすごくね、その落ちにくいとのことだったので、ちょっとティッシュオフしています。ティッシュオフはね、さすがにつくと思うんですけど、まず1回目、1回目はね、がっつりつきました。じゃあ次ですね。じゃあね、ちょっとすごい口で舐めてみます。今ね、めっちゃがっつり舐めてる。あ、ちょっとまあ落ちたけど、でもそれでも落ちない方ですね。あ、落ちてない。なんか結構これオペラ並みに落ちないかも。すごいめっちゃ舐めてる、唇荒れそう。じゃあ次はこっち、407番の方のレッド系のリップを紹介します。まあ見た目は同じですね。で、開けるとじゃじゃーん、こっちは逆にブラウンレッドのリップになります。かわいい。こんな感じでね、渋いブラウンレッドのカラーをしてて、まあ私のドタイプなカラーなんですが、これつけるのすっごい楽しみ。じゃあまず手に出してみます。はい、こんな感じですね。あ、ブラウンじゃなくてオレンジレッドだったかな、ちょっとごめんなさい、忘れちゃったけど、めっちゃ可愛い。これ可愛い。ほんでツヤ感、もう最近さ、この作業ばっかりで唇があれあれだ。じゃあ塗っていきまーす。
あ、すでに可愛い。これはさ、ちょっと私を狙いに来たみたいな感じのカラーチョイスですね。だってもう可愛すぎ。遠目で見た感じはこんな感じになります。ちょっとめっちゃ可愛くない？ちょっとドタイプすぎてしんどいんですけど。可愛い。これはね、もうちょっとその落ちにくさとかちょっと唇も荒れるし、さっき分かったと思うのでしないんですけれども、これはもうがっつりイエベの方にはおすすめなリップですし、さっきのね青み系のリップもブルベの方におすすめなリップだなと思いました。なんかリップ自体の商品がすごく性能がいいので、どんなカラーでももう自分の好きな色を買えばいいと思うんですけど、ちょっとでもなんか青みピンク、青みレッドにしろ、このオレンジみレッドにしろさ、この色のこう絶妙な感じがすごくたまらなく可愛いですね。はい、とこんな感じで今回のドラッグストア購入品の中身は以上になります。ちょっともう可愛すぎる。ちょっと今回は新たな挑戦のねカラーとかも買ってみたり、なんか同じシリーズで何個か買ってね試すみたいな感じにしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。でもなんか結構評判のいいものばっかり買いましたし、まあ、その中で自分が好きなものとかちょっと気になってるものとか買っちゃったので、まあぜひ参考になればなと思いますし、またねあのメイク動画ももちろん出すし、寒色系のメイクも出すつもりだし、なんか最近ねネイルめっちゃ買ってるから、なんかネイルで特におすすめのものも紹介するつもりだし、もちろんね最近の毎日メイクとかなんか、まあ、メイク動画も出していくのでね、メイク動画あんまりね再生私されないんですけど、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということで今日の動画はいかがだったでしょうか。わっ、ひなさんの選ぶカラー好きとか思ってくれた方とかいいねって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。あ、趣味が合わんみたいな見ようって思われた方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。